はい。えー、お疲れ様です。ま姫大学の特別講義でございます。あの、YouTube などで情報発信をしていると、やっぱりね、差別化っていう戦略が一つ必要になってくる場面があります。もちろん、差別化をしなければどうにもならないっていうことではないんですけども、差別化をすることによって、なんで自分を選んで欲しいのかっていうことが伝わりやすくなるんですよね。 まあ、例えば私は、あの、常々ね、あの、ブランドの話をすることがあった時には、あの、私はアルマーニが好きなんですよって言ってます。じゃあなんでアルマーニが好きなのかとかね。じゃあアルマーニの、ジャージがあります。スーツがあります。T シャツがあります。靴があります。様々なのを今まで紹介してきましたけども、多分私はアルマーニ以のブランドの話ってしたことはないと思うんですよね。で、かといってね、私はね、アルマーニが好きですけどしょうがないかって言ったそんなことはないんですよ、別に。 たまたま選択肢があった時にじゃあアルマーニにしようかなぐらいのもんなんですよ。その中でもアルマーニのブランドであまりにもこれは価格がびっくりだなと思ったものはやっぱり買いませんしね。うん、そうなってくるとそこまでこだわりはないんですよ。ですんで私がアルマーニ推しで差別化をやるかって言ったらまあそこはそんなにないですね。まあ、私が自分のことを何かで差別化するとしたらまあ元ねマージャン店の店員が 40を過ぎてネットビジネスでどうこうっていう話をするとかね。稼ぎに関しましては。あとは自己アフィリエイトで毎月10万円以上の利益を3年以上上げて300万をゲットしたとかね。3年間で何を稼いだとかね。まあ、そんな感じでエッジを立てていくのかなっていうことです。まあ、そうすると、やっぱりね、こう、目立つんですよね。印象に残ると、うん。そういうところを狙ってるところはあります。当然ですけども、私がね、 いまだになんかね借金の返済とかローンに苦しんでいてとかっていうのを前面に出すと稼いでないやみたいな話になるわけですよね、まあ、そうなると説得力もなくしていくっていうことにもなりますしあとはねこのいきなりライブ放送が始まるみたいなねあと動画投稿本数が多いとかっていうのも差別化になると思いますなぜならそんな作業する時間があるってことですから私が1日に10時間とか12時間会社員として働いている何かね業務があってそれに拘束されていたら動画って撮れないでしょ でもやっぱりどっからどう見ても私はいつでも暇なんですよ。<laughs> まあ暇っていうと語弊があるかもしれませんけども、そっか塾の塾生さんのサポートをやったりとかね、今 FX オリガルヒっていう FX の専門塾やってますけども、こちらの方は大体3時間に1回新しい動画を更新してるんですよ。3時間に1回 FX の動画更新するなんて、相当な FX のね、講師でもやってないですよ、うん。つまり FX の世界に生きてる人でもそこまではできないわけですよね。 まあ私はそういうことでサポートが細かくできることとか他の人にはできないようなその連絡に対する返信のねスピードっていうので差別化してるかなっていうところがありますよねはいまあそういうとことでね皆さんも何かね情報発信活動するときとか自己表現をするときにはあのなんで自分を選んでほしいのかっていうことをねやっぱこの差別化っていうキーワードとともに考えてみると ちょっとね差別化まさに差別化ができるんじゃないかなと思います、まあ、例えばね女性っていうのも一つの差別化ではあると思うんですよインターネットの世界で男性ばっかりがこうね、えー、目立つっていうことを感じたらじゃあ女性というものを使っていこうかなとかねうんあと何ですかね VTuber みたいなのありますよね VTuber にはなんか知んないけどもあの若い女の子10代ぐらいの女の子の萌えキャラみたいなのがいっぱい出てきてまあ実際中身はおじさんだったみたいなの結構あるんですけどもじゃあ逆にですよ なマッチョなあの男性がドーンと出るとかねあと最近ではね修行僧みたいな人が出てきてありがたい言葉を言うみたいな VTuber とかいらっしゃるんですけみたいですけどそれが差別化になってそれが受けているっていうこともありますからねまあですんで自分が発信する時の自分を選ばせるための他とは違うよこれは自分にしか表現できないよっていうふうな差別化何かあるかなっていうのをねいくつか出してみるといいんじゃないかなと思いますまあ例えばね「あのユタボン君みたいなのがありましたよね 小学学学生かか中校校がにに行かずに目立っていいくみたいな。あれも一つの差別化ですよ。多くの人が学校に行くのを当たり前としているところに「いや俺は学校に行かないんだ」「不登校だからって別に不幸じゃないぜ」みたいなね形で売り込んでいくみたいな方法です。まあユタ文軍に関しましてはね結局学校に戻るっていう選択を取ったっていうところとあとはねやっぱこう小学生だから目立ったところもあったんですけども徐々にね中学生とかね それから高校生ぐらいの年代になってくるとあそのぐらいはっちゃけてもと不登校だからとといいっっっててて目立たないってことになこにきますよね <laughs> 結構中学生高校生とかのね不登校っての多いですからそうなってくるとあんまり差別化にならなくなってくるってところがありますんであくまでも小学生で不登校なのに 学校に、えー、投稿するようなペースで youtube に投稿してるみたいな形だから、目立つところもあったのかなと思いますね。でも最近ゆたぽんどうしたんですかね。私はちょっと動画見たことがなかったんですけども、もうんああやって若い子とかがね。あの、やっぱり他の人ができない経験を繰り返していくっていうのは必ずその人の財産になると思いますんでね。うん、まあもちろんね。みんなと同じようにあの活動するとか行動するっていうのも一つの差別化なんですよ。 やっぱりこうみんながね枠にはまりたくないと思ってる中できちっきちっとフォーマルな人ってもうこれはこれでねえー、ものすごく目立ちますからね、うん、はいということで今回は差別化とブランドについてねちょっとこうお話ししてみましたけどもいかがだったでしょうかお疲れ様でございます